子育てのための産休・育休がなぜ取りにくいのか、この間にリスキリングによって一定のスキルを身につけたり、学位を取ったりする方々を支援することができれば、逆にキャリアアップが可能になることも考えられます。育児中など、さまざまな状況にあっても、主体的に学び直しに取り組む方々を、しっかりと後押ししてまいります。先月27日の参議院本会議でのこのやり取りが、今、大きな反響を呼んでいます。産休・育休中に学び直し、いわゆるリスキリングは可能なんでしょうか、取材しました。どう思います、あの学び直しっていう話が。びっくりしました。まさかそんなところに焦点を当てるとは。育休が皆さん言ってるようにただの休みじゃないですからね。時間的にも都合的にも全く無理だから、大半の人が無理なんじゃないかなとは思います。学び直しみたいなことって実際ってできると思いますか。いやーどう、無理っすね。それどころじゃない感じ。家族の協力次第かな。めっちゃ協力してもらえば自分の時間作ってできそうな感じではあったけど。育休中の学び直しについて妊婦に寄り添う助産師。やっぱり妊娠出産産後というのはとてもホルモンが分泌しっかりしていくように体が変わってくるし、そのホルモンを出すためには計算したりとか、なんか考えたりとか、人間の体としては逆行するようなことをしていくようなことになるので、私たちはなんかあまりこう おすすめはしないし、お母さんたちもそういう気持ちになることが少ないんじゃないかなとも思ったりはします。さらに出産や子育てはそれ自体が学びの場だと指摘します。学び直しっていうのがそもそもその産休育休は何もしてなく休んでるだけだろうっていう前提があるから、学び直しっていうのが言葉が出てくるのかなと思っていて、もう本当に人としてすごくもう育児っていうのは学ばされることが多いので、もうすでにそこではね十分学んでる。それもなんかこう知識を習得するとかではなく、やっぱ人間味を深めるっていうところでは、それがねこうなんか社会人としてスキルと同じように評価されることになっててほしいなと思います。シングルマザーなどから相談を受けることが多い寺西弁護士は、多くの女性を精神的に追い込んでしまうと指摘します。私のお客さんは母子家庭か母子家庭に準ずる人が多いので、その本当にワンオペで皆さんやってるんですよ。で、自分の時間作るのすごい大変だし、しかもその本当は休みたい時間を学習に充てろっていうのは本当になんか強者じゃないとできない、ね、その発想がまたその強い人はできるんですみたいに取れちゃうことが、できる人はいますよっていうのはすごい人を追い詰めてしまうんじゃないかなと。寺西弁護士は一連の少子化対策に疑問を投げかけます。育休とか産休の政策もそうなんですけど、女の人もっと頑張ってくださいみたいな感じに見えちゃうんですよ。でも頑張ってるんですよ。もう子育てはすごい大変なので、それを一人ですごい頑張ってやってる人に、もうちょっと頑張ればお金がもうちょっと稼げるかもしれないから、もうちょっと頑張ってみましょうっていう発想なんですよね。全部女性が頑張んなきゃいけない、それはもうやめてほしいんですよ。もう頑張ってるから。で、それだと絶対なんだっけ、出生率も上がらないと思いますよ。もう頑張ってる人にもっと頑張れっていうわけですから。